皆さんこんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月11日16時38分、アボさんという方が歌われている、ワンピースレッドフィルムの、曲、新時代なんですけども、まあちょっと僕の方でもいろいろ心当たりがあって、あの歌詞の中に出てくるその僕を信じてっていうワードですね。まあ私が掲げる河川水門開閉式ダム発電や地下水流トンネル発電で太陽光パネルを敷き詰められるだけ敷き詰める屋根の上などに、あとは地熱風力、そういったまあ釜田発電だとかそういったもの節約も含めて、それが新しい時代だと、エネルギーの残存量問題からね、あと建物の老朽化問題の、対応の仕方とか、まあそういったものを全て含めて、まあこれが自分の掲げる新しい時代だっていうようなことを言っていたと思います。まあだいぶ前にね、あの送った高島綾ってルートの SD カードだからもう数年前でしょう。だからもう僕もね、まあ皆さんにまずワンピースのスタッフの方たちにどこまでその話が伝わっているのかっていうことと、まあ、ワンピースはもともと淡井圭介関わりで、まあ、1997年8年ぐらいの頃から、まあ、これを大きな物語にしていくと、まあ、海賊は主人公、まあ、集英社さんのジャンプ、週刊少年ジャンプは海賊旗がマークなんですよね。海賊旗というか海賊の絵ですかね。それがまあジャンプのマークであって、うん、まあそういうふうなところからスタートして、まあレッドフィルム、まあ赤髪のシャンクスっていうことなんですけども、赤い彗星のシャア、要するにガンダムのですね、その声をされている方とシャンクスの声をされている方が同一人物の方なんですよ。で、まあ僕もこれぐらいの年齢から自分がその亡くなった時とか、あの死について亡くなる時についてとかいろいろ考えることは結構あって、で、まあそのシャア・アズナブルの声をされてた方、ごめんなさい、あの今ちょっとお名前忘れて、北斗の拳の神谷さんは頭の中に残ってるんですけども、神の谷と書いて神谷と、まあ、まあまあまあいずれまあ調べたら、まあ一時的には思い出せるんでしょうけども、やっぱりねずっとなかなか覚えておくことが難しくて、いろんな業界に四方八方いろいろ言ってるんで、私の場合は、まあ、一つお手柔らかにというところなんですけども、まあ皆さんが中堅どころのスタッフの方たちとかが花を持たせてあげるような形で、っていう部もあると思います。レッドフィルムというその映画の作品自体が、で、まあ今回私はまあそのこちらの方にもね、僕を信じてっていうワードを使ってくれてるのと、ただ歌が僕を信じてって言いながらこうごめんなさいみたいなことでそのまま踊り出すっていう、まあ何かちょっと面白いようなところを添えるような形でね、結局この件もどこからどこまで君に伝わってるかどうかわからないけども、お互いにっていうね、意思疎通、だからそういった部分があったらね、そうじゃなかったら、お互い確認しておかなかったら、確認しても長年の時間の経過とともに忘れてしまうでしょう。あの時ああでしたね、こうでしたねみたいな話とかを僕はしたかったし、まあまあアボさんはそういう風な形で良い曲をいただいた、これがアボさんの立場であって、まあケチをつけるわけじゃないんですけども、うっせぇわとかの曲で最初出てきたじゃないですか。でやっぱり口調がものすごく荒いのと、やっぱり声質がね、あんまり良くない、で歌詞がやっぱり綺麗なものとか、まあ、曲も綺麗な歌詞、曲も綺麗な曲はいいんですけども、歌詞がやっぱり綺麗な歌詞じゃなかったらね、言葉遣いとか丁寧だったり、声自体がね、みんなそうなんですよ。綺麗な声にならないんです。んで、まあそういう部分で、アボさんの方向性もだいぶ、まあ、まあアボさんもいずれ結婚を考えると思うんですけども、まあそれは早く結婚した方がいい。子供も結婚してから5年後ぐらい、最初の、
家のね、家を買った時にローンの金利最初の5年間負けてくれるんですよ。その間に夫婦共働きで、せっせと家の借金を早く返済する。これが正しい家の買い方なんでね、所得税の控除を使いながらで、まあ、節約生活だから結婚は早くしないと本当に手遅れになります、何もかもが。で、あんまり荒っぽい歌ばっかり歌ってるとね、男性の方が逃げちゃいますんでね、怖い怖いとっていうことになって、まあ新時代という曲と歌詞なら巻き返せるんじゃないかと。ちょっと優しい部分を見せてあげなかったらね、女性の方も男性の方もそうなんですけども、家帰ってきてからね、仕事場で大変な目遭ってきてるのに家の中まで戦場だったら嫌でしょまあ全員そうだと思うんですけどね、家の中ぐらいはくつろぎたい、優しく接してみたいな形、それが家族のはずですから、まあまあその辺のところを皆さんご理解していただけたらなと思います。まあ一般人の方たち含めてのメッセージになるんですけどね、まあまあワンピースの小田さん、小田作者の小田さん、まあこれからもよろしくお願いいたします。まあ今様という名前を持ってこられた時点でね、医療業界の医と勤めるでイム様なんだろうなと僕は思っています。その僕の件をいろいろ情報上がってきてると思うんでね、それが昔からの日本の実態で、まあ長い間僕もちょっと前までは10年以上ほぼ毎日夕刊と朝刊、全国紙、5紙、夕刊も朝刊もほぼ毎年全て目を通していたんですけども、その精子が生産されなくなる薬を飲まされた人で裁判勝訴を取った例なんか一件も見たことないんですよ。いや、私が高等裁判所に挙げた今回の件も棄却されたんですけども、それが政府の方向性なら行政訴訟法で総理が被告人をかばえる法律があるんですよ。だから昔からの政府の意向か何かでそういうふうな形で物事が定まってるのかもしれないし、ちょっとね、訴訟の方でもう6万円ほど私使いましたので、今ちょっと様子見という状況ですね。ホームページがプロとして作ってますので、年間1万6千円ちょっとお金かかるんです。で、身分は生活保護ですので、お金がない、あんまり。で、今年12月の28日に皇居の方へ行く予定なんですけども、まあそこから何か話がいろいろと進展したらなと思います。まあ淡井圭介の今までの結婚話とかもその辺もものすごくネックなんですけども、まあ淡井圭介の提案で出来上がった別光さんの我が天下とか戦国武武というゲームからも支払い一つもなくて、まあテレビ局も私が知恵を凝らして良かれと思って作っていただいた番組、それに関してもね、まあある程度ちょっとした金額などをお支払いしていただけたらなとは考えてたんですけども、それも今回のそのこの間つい最近高等裁判所で棄却された件に関しても、まあね、その番組がただ放送されていて、正直高卒の方の正社員の方で住居手当とか扶養手当があって、まあ、ボーナスが年間、まあ、4ヶ月分ぐらいつく方に年収負けるような設定でのお金のもらい方なんですよね。それでも通用しないのかとか、まあ、いろいろ自分でも悩んだりしてますし、まあ、本当は YK スケの話を全てフルオープンにすれば全ての話がつながるんでね、まあ、ワンピースもまた一つ輝くでしょうし、スクエアエニックスさんもそうでしょうし、まあ、任天堂さんもそうでしょうし、ソニーさんもそうでしょうし、ベッコーさんもそうなってくると、まあ、他にもいっぱいありますよ。漫画関係とかでもね、まあ、ベルセルクにどういうふうな いきさつがあったとか、初めの一歩も、漫画の初めの一歩も深く関わってますし、まあ、ナルトとかももともとそうでしたからね、まあ、ちょっとした関わり合いはありました。もともと、あの頃ですね、1997年、8年、あれぐらいの頃に始まってますからね、ナルトは。まあ、鬼滅の刃も、かまど発電への方向性等々も当時からあって、まあ、かまど炭治郎、まだその頃は、東日本大震災があってから、売電という形が、個人から、電力会社に、電気を売るっていう形が出来上がったので、蒲田発電の発想っていうのは運動部のある各高校や大学で、まあ、時間給払ってあげながら、まあ、枯れてる竹とか倒木とか集めてきてもらっ
って、冬場、発電してもらうと暖を得ながら、それを売電して、その人たちの時間給に充てると。まあそういうふうな発想ですね。エネルギーを何かで得なかったら、まあ、世の中ね、さっきもう90億人の命がかかってきますんでね、そのためにも河川水門開式、ダム発電と地下水道トンネル発電とマグマ発電、マグマ発電は資源の採掘も込みなんですけども、それとあとその金属とか融解して一緒に混ざってるケースとかありますから、であとは、まあ地下水道トンネル発電、河川水門開式、ダム発電、マグマ発電、カモダ発電、このあたりですね、まあ、私の方でもともと考えていたのは。で、まあ、そういったところも進めるにあたって、誰かね、相談相手ぐらいでもいいですから、ちょっとその話上に上げてみるわとか、いろんな会社から上の方に話上げてもらったりとか、それこそ総理が行ったらいいの話とかになるんですけども、僕のところに。実は2015年ぐらいに、河合法務大臣の奥さんの河合安里さんが僕の家訪ねに来たんですよ。ちょうどドア開けたら廊下歩いてくるところで、国会議員の河合安里ですけどもって声かけてきてくれて、で僕はその方は仕事で来たんですけどもっていうことで、で僕はテレビを通していろいろ話していた中で、いやこちらは先に結婚ということになってますけども、でそれでもうそこで話終わってしまったんですよね。でこのシステムを一番最初からいろんな話を世界中の政府は知ってるんですよ。で、最後その方法で会えなかったら結局国会議員から引きずり下ろされるみたいな形になってしまっていたのかもしれない。まあ僕のその時の発言とかでね、どうなってるのかわからないんですけども、結局河合法務大臣も起訴されたでしょう。で、安倍さんも2021年の12月2日にそこの裏の春山整骨院の横にシーマっていう車種の車を止めていて、僕は買い物に夜出かけるところを、まあ、待ち受けるような形で、待ってたんですけど、もう総理降りた後ですよ、2021年ですから。まあ、もともと僕からの提案でいろんな内容を安倍さんが世界中飛び回ってもらって、いろんなこと水面下で進めてきましたが、だからあの話も本当は表にフロープの方がいいんですよ。そうしないと国家間の関係がややこしくなったらあれですから。だけども、安倍さんも僕に声をかけることができなかった。僕も目が、視力あんまり良くないんで、眼鏡かけているところを見たら分かると思うんですけど、安倍さんって身長も頭の中入ってなかったんですよ。身長180センチ以上あるんですね、安倍晋三さん。元総理、車から降りてきて大きな人が近づいてきたって思って、ちょっと距離空けよう、怖いなと思って距離空けてしまって、正直ね、夜の暗がりの中って2メートルぐらいまで近づかなかったらなかなか顔はっきり分からないんですよ。どこの誰が急に来てるっていうところがあるか、ここにこういう人が来てるっていう意識がないから。でその辺込みで、まあ、みんなこの家の横通り過ぎたりとかしてますけども、その経済界の方も含めて、国会議員の方も含めて、スポーツ業界も含めて、もう芸能界すべてですね、テレビ局関係といった方がいいでしょうね。まあ、経済界から何から何まですべてつながってくるんですけども、まあ、他にも昨年でしたら11月ぐらいに SMBC 日興コーディアル証券の社長さんが田尾寺駅のところの、まあ、ロータリーの方がありますけど、そのこちらの僕の住宅側の方ですね、そちらの階段を降りていったところに、まあ、軽自動車を止めて、降りてきたんですけども、普段からテレビ出てない方ですから顔まずわからないで、その横通り過ぎた後にニュースで日興コーディアル証券の社長が、株の価格操縦か何かで、半年間給与を返納という形で謝罪会見を行っていた。だからね、もともと接触しづらいような形で何か物事が組まれていると思いますし、その合う合わないに関して、これ絶対条件みたいなところで、その日一日僕遊んじゃダメなんですよ。誰かと会うまで。それは、インターネットゲームに電源を入れただけで不意になるでしょうし、その不意というか、もうその会う方法っていうことがなくなるから、本当は僕の家に
僕の携帯番号がね、ホームページ、淡井圭介の履歴の目次のところにしっかりと載せてますから、本当は皆さん電話かけてほしい。で、しっかり物事進めなかったら、本当にまたこのまま物事をほったらかしになって、ガスの採掘可能埋蔵量も世界的に、技術的にもう50年分ないんですよ。で、しっかりと採掘した分の数字を引いていった形で、安倍政権の頃に国連通して世界中 OPEC とかに呼びかけて頼んだら、石油の、採掘可能埋蔵量が2019年のデータでは69年分だったのが、2020年のデータで一気に53.5年分になってるんですよ。ずっとおかしいなと思ってたんですよ。旧ソ連圏のところとか数字はずっと動いてなかったですから。それはサウジアラビアもなんですよ。ほとんど数字は動いてなかった。もちろん、掘ってるところをずっと深くしてるっていう部分はあるんですけども、ロシアなんかも1万5000メートルもそこまで掘ってくれています。で、限界がもう近いんですよ。シェールオイルとシェールガス、なんか昔から掘ってるんです。何十年も前から。まあそういう部分で、建物の老朽化問題も、遠くからの上空の写真を見ていただいたら分かる通り、12階建てのビルは小さく見えるでしょう。12階建てのビルを解体するのに、普通3ヶ月ぐらいかかるんですよ。で、あの途方もないビルの群れ、なんとかなりそうなのかどうかっていうところで、まあテレビを見ながら、まあ、電波で出演者か違う人間が、一時期は違う人間の声が介入してくる時期がずっとあったんですよ。で、まあそれは弁護士さんの声だったり、まあ後からわかることなんですけどね、その声質を聞いた時に。で、裁判所勤めの人とか、まああとは、まあ、エシロンといういろんな人、いろんな人たちが喋ってきた音声を100年分ほど記録してるそのシステムなんですけども、まあ、だから裁判だったら悪いことをしていたり、その証拠として限度が上がってくるんですよ。本当にエシロンをしっかり使えばね。10年ほど前かな、本当はもっと前にも、僕も何回もね、建物老朽化問題のその解体作業とか追いつくのかどうか、例えば世界貿易センタービル東京都の、あれを解体するのに1年8ヶ月かかってるんですよ、たった一つを見るでね。だその現実をみんな向き合わなきゃならないし、片や建物は建てっぱなしで増やしてるしっていうところで。だからそういう意味での新時代でもあるんです。解決方法をね、ずっと僕ももうこれ無理だ、この文明はっていうことで、何回も投げ出しそうになりましたけども、前に向かって進んでいく道の方を選び直す。諦めたらダメだって。誰かがどうにかしてくれるわけじゃないっていうことで、常に解決方法を探す。菅さんが若い頃の僕に会いに来た時に、1997年か8年、菅さんだったと思いますよ。菅元総理。その当時はもちろん、新米の議員さんだったと思うんですけども、解決策がないんだったら政治には関わらない方がいいっていうことを教えてくれた人だったんですけどね。だから何回もめげながら僕は解決方法を常に模索して、解決方法を58番などに記録しています。まあ、各他の欄とか見てもらわなかったら、YouTube で述べてる内容とか見てもらわなかったらね、なかなかご理解できないんですけども。まあ、ガンダムの祝福っていう曲についても、もしかしたらガンダムの生みの親、富野さんも僕のことをよくご存知ですから、そのエネルギーの残存量問題とかで、淡井圭介がああ言ってる、こう言ってるの形とかも、それは今までのガンダムの世界でも反映されてましたし、富野さんがヨーロッパの人たちが言ってた内容とかを込みで、ああいうふうな物語を最初作った。宇宙へまず移民するしかない。人口はその頃はずっと増加していたから。最近のガンダムの名称、水星の魔女ですかね。そちらの祝福という曲、まあラストにももう一度ああいう風な曲を、もう多分最初から書ける予定だったと思いますよ。で、ガンダムチームの人たち
からのメッセージかもしれないし、歌詞を書いた人たちのメッセージかもしれないし、富野さんからのメッセージかもしれないし、その君は逃げるよりも前を進む道を選んだっていうところでね。だからその東京のその老朽化した建物問題だけでも音声でね、そこには映ってない人で、その無理やわこんなんて、泣きながら言ってる男性の声と、もう一人女性の声で、あの人みたいに絶対最後まで諦めたらあかんてって言ってる女性の声と、それは今まで何回か聞いたことあるんですよ。二十歳ぐらいの頃から一度その辺のところに着手して、一回日本テレビ放送も株式会社、通称日テレですね、で放送してもらってるんですけども、世界丸見えかな、それか別番組で19時から21時ぐらいの特別番組か何かだったんですけども、建物が次々と増えていって、あとはエネルギーが供給が止まって、あとは全人類が餓死していく、あとはそこのコンクリートとかのその建物から木が生えてくる、草が生えてくるの映像ですね。もうそれ見て、そこのスタジオにいた人たち、最初は他人事なんですよね。だけども、これ本当なんですかとか、これ何回もテレビに出る人たちに見せて、現実ちょっと教えなあかダメだっていうことで、当時からそういうふうなことをしていたと思います。記憶はね、おぼろげなんですけどね。かなりの解決内容は保有してるんですけども、それをテレビ局が伝えていただけていないのと、政府一丸として国連というレベルで、まあ、未だに万博とかを開いてしまってる時点で分かってないんですよね。万博という条約があるんですよ、国際条約で。それを削除しなきゃならない。作るだけ無駄ですから。だから急にエネルギーの輸入が止まったら、日本人1億人以上死にます。物流がすべて止まって、だから冷蔵庫とかも使えなくなるし、テレビも見れなくなるし、電気もつかなくなるし、トラックとかも、車も動かなくなります。1億人以上が餓死。もともとバイオハザードの最初の方の内容を見てもらったら分かると思う通り、それ分かっていて作ってるんじゃないかと。ゾンビイコール飢え死にになりそうな人たちですね。で、かゆう馬っていうメモが出てきてるんですけども、腐ってる食べ物を食べたらジンマシンが出てくる、要するにかゆい、まあ、湿疹とか発疹とか、ああいうふうな呼ばれるもの、まあ、ジンマシンが出てくる。それを銃を持ってその人たちから逃げ延びたとしても、結局飲む水とかね、なかったらもうどうしようもないから、水道とかの復旧とかね。まあちょっと最後の方重い話になりましたけどもね、いろんな、音楽関係とか淡井圭介関係の映画、アニメ、漫画で、まあ、鬼滅の刃もそうですけども、まあいろんな部分、僕からの喋ってないを受け止めていただいて、歌詞にしていただいてる部分とかありますんでね。まあ皆さん、これからも、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まあ残念ながら富野さんももう80歳なんですよね。2023年の8月、まあ、終戦記念日前後ぐらいの頃、まあ、日本としての、まあ、降伏したい日と言いますよ、言いましょうか、8月15日その近辺の日で、何か会談、防衛省の方と、国際政治学者の方ですかね、会談されてるんですけども、やっぱり入ってくるとき、富野さんも腰曲がってますし、もう80歳ぐらいじゃないですか、ガンダムの生みの親の富野さんね。お会いしていろいろ話したかったんですけどね、もしかしたらもうないのかなっていう、ちょっと残念なところですね。だからいずれ、その、シャンクスとかシャア・アズナブルの声を抑えた声優の方も、一生もお話しすることないのかなと思うと、残念な反面、まあ、信じたいという映画を見に行った時に、まあ、口の大きい方とか心の声かもしれませんけども、返答されていただいている声がね、その赤紙とはもともと徴兵制度があって、赤い手紙が届いてたでしょ。信仰だったら止まれじゃないですか。だから戦争への、その兵士としての、
常習であると。髪の毛赤い人はワンピースというアニメでは漫画では片腕がなくなっていたりとか、シャンクス時代がそうですよね。それとあのキッドもそうですよね。ユータスキッドでしたっけ。だから死の外科医トラファルガーローはなぜ主人公の味方だったのかっていうと、もともと医療業界も腕のいいオペができる医者だけだというような話なんですよね。あんまり作れる薬は ありませんので、もともと痛み止めとか熱冷まし解熱剤、まあ下痢止めと下剤もありますけれども、下痢止めに関してはこれ本当は自然治癒してるんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんです。何も飲まなくてもね、下痢止まるでしょう。でまあ、あと数種類、まあ大体6種類ぐらいしかまともに役に立つ薬ないんじゃないかと。ないかもね。だから、うん、死の外科医っていう名称が付けられているのも、うん、まあ死と向き合わなければならない。オペできる人は。だからまあ精神的にもちょっと、うん、まあ大変な仕事ではあると。まあそういう意味でね、まあ、トラファルガーロー。まあ名前はヨーロッパの戦地なんですけどね、地名で。昔戦争があったとされる話で。あまりにも、まあ、第一次世界大戦よりも昔の戦争の話はどこからどこまで本当かわからないですよ。これが現実です。ちょっとね、長くなりましたけども、新時代という曲について、まあ、これぐらいにしておきます。まあ、ワンピースのスタッフの皆様や、うん、アボさんとか、まあ、皆さん、これからも長いお付き合いよろしくお願いいたします。まあ、ガンダムの関係者の方たち、まあ、YOASOBIさんもそうですね。まあ、祝福という曲を歌っていただいたので、チャンネル登録と着信履歴が来るようにしていただけたら助かりますので、やっぱり僕ある程度のその登録者数とか再生回数が到達したら生ライブができるじゃないですか。それで皆さんの質疑応答の日とか曜日とか作りたいなと思ってます。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。